初版の表紙ポロネーズ第5番へ、単調作品44は、フレデリック・ショパンが1841年に作曲、同年出版された。自作の英雄ポロネーズと同様に有効な曲奏と、中間部に混ずるかを取り入れた、新しい形になっている。完成前に友人により新しい形式のポロネーズとして紹介したことも、あり、規模も大きい自信作である。 女装と構想のついた三部形式。限定先は、シャルルド・ボーボ公爵夫人。英雄ポロネーズとは、対照的な悲劇的な作品で、演奏時間も10分以上を要する大作。中間部にマズルカを挟むことにより、ショパンはポロネーズとマズルカというポーランドの伝統的なリズムを一つの曲で表現することに成功した。海外では、トラジック。 というタイトルで呼ばれることがある。英雄ポロネーズに隠れてしまい、演奏会で取り上げられる機会は少ないが、その分演奏者の力量が光る一作でもある。また両手オクターブが多く演奏には、体力と技術が必要である。助走は、A 波長長の素材。3連符マイナス4連符オクターブ奏法と繰り返す、ことに規模と音量を増して主張による解決を効果的にしている。 聴衆によっては熱烈な問いかけの部分と言われる。主題は左手ポロネーズリズムに乗り、右手が3度、オクターブの火星でうなりを上げる。途中転調して、変路単調、変異調調の部分を入れて変化をつけている。左手部はオクターブか音階かのいずれかであり、音量が大きい。平行調の異調調により、32部音符と8部音符の ポロネーズリズムがユニゾンで数回繰り返される。ここが終わると次のマズルカが歌われる。中間部はドッピオモビメントのマズルカ。異蝶蝶で3度の火星が美しい。補蝶蝶に転調しながら繰り返される。動機の短縮により助走の英波蝶蝶の素材を誘導し再現部に移る。ありがとうございます。